ブーランジェ将軍事件。ブーランジェ将軍事件とは、第三共和政治家のフランスで1886年から1889年にかけて起こった、反二階主義的、反共和主義的政治運動である。ブーランジェ事件、ブーランジェ運動、または、ブーランジスムとも呼ばれる。不屈戦争の敗北によって課せられた、賠償金及び、一大工業地帯である、アルザスイコール。 ロレーヌ地方の喪失のために、フランスの国民感情はドイツに対する敵外心が高まっていく傾向にあった。また、1882年に起こった金融強行のために、それまで上昇傾向であった景気が低迷し、工業生産はアメリカドイツに抜かれて世界第四位に転落するありさまであった。また、帝国主義による植民地支配は拡大し、外債によって、 海外投資が増大するという問題点もあったことに、加えて、ドイツでは、時の最小であるビスマルクがフランスを孤立させる、外交方針を展開しいた、ビスマルク体制を参照ことから、対独ナショナリズムの公用と強い政府を求める声が主張されていた。しかしながら、当時の多党連立政権は明確な対策を打ち出す、ことができず、与党に対抗すべき。 社会主義政党も利号集散を繰り返しており、後半の支持を得ることはできていない状況であった。一方、お党派は、ブルボン朝支持派と、オルレアン朝支持派の間に対立があり、こちらもまとまりを書いていた。1886年1月、シャルルド・フレシネ内閣の陸軍大臣として、ジョルジュ・ブーランジェが登用される。 ブーランジェは、時制が共和派に有利となっていると判断し、彼らに迎合する形で平成の民主的改革や、王族の軍隊からの排除を行った。また、ドゥカズビル、炭鉱における葬儀に対して、軍隊の出動を求められた際には交付に、同情的な態度を装い、議会において、共和制五時の演説を展開し、共和主義者、特に求人派からの指示を大きく受け、 共和的将軍としての名が高くなった。1886年12月には内閣がに交代したが、ブーランジェは陸将に止まった。1887年4月20日、ドイツ国境において、フランスの一警察官がスパイ容疑で逮捕されるというが起き、独仏国境における緊張が高まった。ブーランジェは対独教皇論を主張し、ビスマルクをして、 独仏の友好にとって最大の危険人物と言わしめた。これによりブーランジェは対独を含めた排外的、国民的感情を掌握し、復讐将軍、ビスマルクを尻込みさせた男として人気を博し、右翼側からも広く受け入れられることとなった。1887年5月、内閣が、に交代すると、ブーランジェの異常な人気を背景にした。 無断政治家に恐れをなした政府は彼をクレルモンフェランの軍団司令官に任命しパリから遠ざけようと試みた。パリの民衆はこの処置に不満を抱きデモが繰り返され7月8日の出発の際にはリヨン駅に1万人を超える群衆が集まったほどである。その直後大統領ジュール・グレビの女性ビルソンが発覚。ルービエ内閣は総辞職。 クレビ自身も辞職せざるを得なくなった。これにより政府の権威は失墜し、これに反比例するようにブーランジェに対する期待感が大きくなっていった。この情勢を見て取ったブーランジェは、密かに王党派やボナパルティストの指導者たちと会合を行い、反共和主義勢力とヨしみを結ぶようになった。王党派は王政復興を、ボナパルト派はブーランジェのカリスマ性に、 平成復活を期待していた事情があった。彼が予備役に編入されて、被選挙権を得ると、彼の周囲には国民委員会と自称する組織が現れ、会員の補欠選挙が行われるたびに、ブーランジェを候補者として押し立てるようになった。1888年4月には2つの県で、8月には3つの県で補欠選挙に立候補し、 そのいずれにも当選を果たした。これは、選挙法の不備につけ込んだ行為であったが、少なくとも違法ではなかったため政府はなすすべがなかった。ブーランジェは、議会解散、立憲議会、憲法改正の3つのスローガンを掲げ、1889年1月27日に、政務県で行われた選挙に出馬、共和格派統一先生の候補者に8万票の、 大佐で圧勝した際には5万の群衆が集まり、彼にクーデターの実行を思想するまでになった。ブーランジェ派の指導者たちは、当選決定の1月22日夜に、ブーランジェをエリゼ宮殿まで更新させ、G 行動と共に独裁権を奪取する計画を練っていた。が、肝心のブーランジェ本人が実行をためらったため、計画は破解し、大衆の支持は急速に失われた。 これにより、フランス共和制は危機を脱した。その後、ブーランジェに逮捕状が発せられ、関係する組織は起訴されることとなった。身の危険を感じたブーランジェはベルギーに亡命し、彼を支持した勢力は、急激に衰えていくことになる。ブーランジスムは、議会外の民主運動に依拠して、反議会主義、人民投票型民主主義を標榜し、左右の所長流を急合した点で、 ボナパルティズムに似通っている。ただし、その支持基盤が大都市と北部工業地帯にほぼ限定され、都市急進運動の色彩濃厚だったところは異なっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。